風俗案内所規制条例とは、地方自治体の条例の通称。無料案内所の一例都府県公安委員会が指定する地域で営業されている、性風俗営業への案内所について規定されている。青少年を、その健全な成長を阻害する行為から保護することと、繁華街における健全にすることを目的としている。具体的には、風俗案内所について、届け出義務。 案内時間制限規制、案内表示、従業員年齢について規定している。京都府では、学校や病院などの保護対象施設から200メートル以内で、風俗案内所の営業を全面禁止している。大阪府が2005年10月に制定し、2006年2月に施行したのが最初である。前述のように、京都府の規制条例では、学校や病院などから200メートル以内に、 風俗案内所を設置することを禁じている。この条例に基づいて2011年2月に案内所を経営する男性が京都府警に逮捕されたが、この男性は条例が憲法が定めた営業の自由に反するとして京都地裁に提訴。2014年2月25日に同地裁は学校や病院などから70メートル以内に風俗店を設置することを禁止した。 風営法施行条例より厳しい距離制限を設けた風俗案内書規制条例は合理的裁量を逸脱しているなどとして違憲であるとの判決を言い渡した。これに対し2015年2月20日に大阪高裁は原告の訴えを退ける逆転判決を言い渡し2016年12月25日に最高裁で確定した。風俗案内書規制 京都府条例の一部意見地裁判決毎日新聞2014年2月26日、京都府の風俗案内所規制条例は行き過ぎか、一審は意見判決、交際判断で全国にも影響も、産経新聞2014年11月8日風俗案内所規制は、合憲京都府条例、合理的大阪交際判決毎日新聞2015年2月21日、 風俗案内書規制は、合憲京都府条例めぐる、上国新判決産経新聞2016年12月15日、ありがとうございます。